皆さんこんにちは、ラバーダックです。今回はワークショップにあるアイテムを使って遠隔操作の乗り物を作っていきたいと思います。このゲームはもちろん一から全てを作ることもできるんですが、まあそんなことをしなくてもワークショップで他のプレイヤーの方が作った部品や乗り物をダウンロードすることも可能です。で、これをすることによって自分ではできないような高度な技術を使った乗り物を作ったり、あるいは単純に時間の削減にもなり、自分のクラフトに集中することができるようになります。で、このようなダウンロードに頼るってことは何も悪いことではありません。もちろん他のプレイヤーさんが作ったものを自分のものだと名乗ったりしてはいけませんし、まあその他のプレイヤーさんが作ったものを使って乗り物を作った場合に、それをワークショップにあげるときは許可をもらったりする必要はあります。しかし個人で楽しむ分には何の許可も必要ありません。というか、全てのクラフトは皆さんに楽しんでもらうためにワークショップにあげられているわけです。で、今回はストームワークスの YouTuber としておなじみのミスター N ジャージーさんが作った遠隔操作用のマイクロコントローラーを使って遠隔操作の乗り物を作りたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで今目の前にあるのは普通の車というか、皆さん、お好みの自分で作った車とか、あるいは、他のところでダウンロードしてきた車を、用意していただいても結構です。はい、でそれを遠隔操作できるようにしていきたいんですが、私はちょっと皆さんに見やすいように非常に簡単な車を作りました。はい、前後左右にタイヤがついていて、もちろんこの、ハンドリングするための数値インバーターが1個だけついています。この数値インバーターについてちょっと分かんなかったら下の概要欄から、これの説明についてありますので見てください。ハンドリングの説明ですね。はい、それとここ後ろにモーターがついてる、それぐらいですかね。はい、では部品ご紹介していきたいと思います。で、まず前提として下の概要欄からワークショップに飛んで、ミスターエンジャージーの遠隔操作用のマイクロコントローラー、こちらダウンロードしておいてください。はい、では部品いきたいと思います。非常に簡単です。簡単まずビークルコントロールの中から、はい、無線アンテナ中を選びます。今回中ですが小でも大でも構いません。はい、大きさによって受信の範囲がちょっと変わるのですけれども、今回は中ぐらいでいいかなと思います。はい、次ですね。次、はい、メカニックスの中からキーパッド、小さいキーパッドです。大きくてもいいですが、まあ大きい必要はないので小さいキーパッド使います。はい、続きまして、はい、下の方行きましょう。スペシャルエクイプメントの中からちょっと見づらいですが、ここですね、携帯品の保管庫、遠隔操作ユニット、これはラジコンの、リモートコントローラー部分ですね、が入ってるやつを選択します。はい、そして、まあ、電力が必要なのでバッテリーですが、バッテリーはまあ基本的に、電力無限化の設定の方はいらないですし、他の、動力でも構いません。はい、で、一番最後ですね。一番最後なんですが、はい、一番下に行くとですね、はい、ワークショップのマイクロコントローラーと書いてありますけれども、ここに皆さんがサブスクライブしたものが並んでます。私はいくつか他のものもサブスクライブしているのでこうなっていますが、はい、皆さんが選ぶのはこれですね。ミスターエンジャージーと書いてあるやつですね。NJ と書いてあるやつです。はい、これです。これを選んでください。はい、では設置していきたいと思います。まず、まあ順番はどうでもいいんですが、マイクロコントローラーから設置しましょうか。このあたりにポチッと置きます。で、あとはキーパッドも、はい、置きますが、キーパッドはまあ人が操作するので操作できるような場所に置いておきましょう。で、この遠隔操作用の、はい、ラジコンのリモコン部分もここに置いておきましょう。あとアンテナですね。アンテナもどこでもいいので本当に置いてください。はい、そして最後にバッテリーも皆さんのお好みで置いていけばいいかなと思います。すべてが今回はお好みで置くというのがポイントですね。皆さんの車に合わせて置いてくださいね。はい、続きましてロジック配線いきたいと思います。はい、見るとこんな感じになってますね。はい、
この遠隔操作ユニットいろいろついてますが、分かりやすく説明が書いてあるので簡単です。1234とか書いてありますが、これは基本的にキーボード1234を押した時に、信号が出力されると、そういう感じですね。この赤い方はオンオフ信号ですね。でこっちの緑の方の信号も、はい、数値信号もそれぞれ書いてあります。ライト、レフトとか、はい、WS、AD と書いてありますが、これは本当にいつも通りの信号ですね。 WS と書いてあるのは、キーボードの WS を押した時にどう反応するかと数値を出してくれるわけですから、これは、はい、モーターにつなぎますよね。はい、モーターにつないでいきます。はい、こんな感じになりました。で AD の方は、まあ、基本的にステアリングの操作ですよね。右左に行くわけですから、こちらも簡単にステアリングにつないでいきます。でステアリングにつなぎますが、はい、左の方のステアリングは一旦数値インバーターを返しますね。はい、これは、皆さんここまで見てる方はわかると思いますが、もしわからなかったら下の概要欄にこれについての説明ありますので、はい、そこから動画見てください。はい、これですね。はい、こうやってつなぎます。はい、非常に単純で、こんな感じで、まあ、数値に関してはいいかな。ここのコントローラーについては以上になる感じかな。で、あとはですね、キーボードありますよね。キーボードとアンテナをつなぎます。はい、これも以前ご紹介しているので、また下の概要欄からわからない方は、見てください。このキーボードを使ってアンテナの周波数を設定しています。なので、このキーボードに、打ち込んだ数字が、この、アンテナの周波数になるわけですね。1だったら1の周波数、0だったら0の周波数と。そんな感じですね。はい、できました。はい、これで基本的にはほぼ OK という感じです。はい、次ですね、左側のコンポジットいきます。コンポジット信号。はい。で、このアンテナから、はい、マイクロコントローラーにつないでください。こうやってやってください。こうすることによってアンテナから受信した信号をマイクロコントローラーに、送り、そこから各部品、モーターとかですね、あとステアリングに、信号が行くというわけです。はい、では次に設定していきたいと思います。このマイクロコントローラー少し、細かく設定ができるようになってます。で、選択からここマイクロコントローラーを選択します。するとこんな感じでいくつかありますね。AD、WS、ライト、レフト、アップ、ダウンとあります。これはいつもと同じようなあれですね、設定です。このスティッキーと書いてあるのは、一度AD、WS のボタンを押したら押しされた状態にずっとなる、つまりトグルボタンと同じ状態ですね。で逆にリセットとなると、まあ AD、D キーを押している間は信号は出ていますが、離すとそのまま止まる、信号は送られなくなるという設定ですね。で今回車を動かすので AD、そして WS どちらもリセットに設定しておきます。こうすることによって W を押している間だけモーターが動きますし、 AD を押している間だけ、ステアリングが右左に動くというわけです。逆にですね、スティッキーにしとくと、一度 W キーを押すとずっとまっすぐ進み続けます。W キーを離しても止まりませんという状態になるので、こちらはリセットにしておいてください。でここ、はい、一番下のところはですね、これは、反応速度ですね。反応する感度なので、まあ、車なので一番最大にしておきましょう。こんな感じにすることによって素早く反応してくれるようになります。あとは電力ですね。バッテリーからそれぞれつないでおいてくださいね、皆さん。はい、こんな感じで OK です。はい、ということで完成しました。非常に簡単ですね。では出してみましょう。はい、こんな感じになってます。で、ここにリモコンがあるのでE キーで押してみてください。そうするとですね、こんな感じでリモコンを取ることができます。今私もうすでにリモコンを持ってしまっているので、ここを取り出せなかったんですが、皆さんはEキーを押すことによってこんな感じで取り出すことができるようになります。で、これをですね、はい、リモコン動かすときどうすればいいのかというとですね、今の状態だと何この WASD キーを押しても、はい、私が動くだけですよね。で、乗り物は動いてくれません。で、この時はですね、マウスの左ボタンを押してください。そうすると、ピッと音がします。そして、下見てみると、リモコン、はい、
オレンジ色、肌色というかオレンジ色ですねになっていますが、それでなんかピカピカ光っている、点滅してますよね。この状態だと、はい、リモコンがオンになっていて、こちらの乗り物を動かせる状態になります。でこの状態でダブルキーを押してみます。はい、すると前に進みました。で逆にS キーを押すと、はい、後ろにバックしました。はい、こんな感じですね。で、D キーを押すと、はい、ステアリングが曲がりましたし、A キーを押しても曲がりました。で、この状態だと、はい、私自身は動けません。はい、こんな感じで動かすことができるようになります、乗り物を。で、私自身が動きたい場合は、はい、再びマウスの左ボタンを押します。すると私自身が動けるようになります。ただし乗り物は操作できなくなります。で、乗り物ですね、ここ、はい、キーボードを設定しましたよね。これ何のためか、はい、ここの周波数設定するためですね。で現在、はい、0に設定されてます。周波数0で、例えばですね、1周波数を1にします。で1にした状態で再び、はい、マウスの左クリックをして、乗り物を動かそうとしても、はい、動きません。なぜなら下見ていただくと、このオレンジになっているリモコンの部分、上に CH0 と出てるの分かりますかね。アイコンのちょっと上です。はい、これはですね、周波数0に設定されていますよということになっています。つまりこのリモコン自体は0に設定されているのに、はい、乗り物は1、周波数1に設定されています。なので、はい、お互い相反する形なので操作を受け付けなくなっています。でこの周波数リモコン側変える場合はですね、こうやって私が動ける状態で、はい、キーボードの B を押してください。すると見えますかね、ちっちゃいんですが、チャンネル CH が徐々にこう変わっていくのが分かります。 CH5、6、7、8、9 9はないですね、0に戻ります。こんな感じで周波数が変わります。でこれでさっき、設定したのが1ですから、1に設定してみます。はい、1に設定しました。で再び、マウスの左クリックを押してと動かしてみます。すると、はい、動くようになりました。こうすることによってですね、複数の9台、およそ9台の車をそれぞれ独立して動かすことができるようになります。こんな感じですね。はい、結構うまく、操縦できているんじゃないかなと思います。はい、これをすることによってですね、皆さん自由に自分の乗り物を遠隔操作できるようにもなりましたし、あとこれですね、はい、カメラをつけることによってちょっと離れた場所で遠隔操作をすることも可能です。もちろんですね、ちょっと離れた場所はアンテナがちっちゃいと、普通にアンテナ周波数というか、力が弱くて遠隔操作できなくなってしまいますが、その場合はアンテナを大きくしたりという措置をすることによって、また遠くから操作することができるようになります。はい、こうすることによって無人操作ユニットを作ることができるようになりましたね。はい、非常に熱い炎の中をこの車だけで行かせることによって安全に消火活動ができるようになったりするわけです。はい、皆さんどうですかね。はい、一応飛行機とかも操縦できるようになりますね。いろいろありましたし、先ほど、今回は使いませんでしたが、1234のキーなども使えるようになりますので、このコントロールの状態で1を押したらどうとか、2を押したらどうとか、そんな感じのこともすることができるようになっています。はい、ということで今回は遠隔操作、について学びました。皆さん、もしこの動画の中でわからないことがあったら、下の概要欄の動画を見てください。その前の段階についてご紹介していると思いますので、皆さんこれを見れば多分わかるようになるんじゃないかなと思います。ということで、ラバーダックでした。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。